ッチングプロの塩見です。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているので、チャンネル登録の方をお願いいたします。さあ、今日のお話はサムネ通りバックスイングでの左膝の動きについて今日はちょっと解説をしていくので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。さあ、まず左膝が動く動かないの説明をしていきますね。股関節に対して当然ここの骨は刺さっています。その中でバックスイングをするときに骨盤が動かないっていうスイングは、もう相当体が柔らかくない限りはちょっとありえないです。っていう中で左膝をどうするかって考えのときにすごく大事なんですけど、左膝を動かしていった方がバックスイングは深く回りやすくなります。まあ、すごく当たり前のことを言ったりもしますが、バックスイングが回らないよって言ってる人が左膝を止めてるはやめた方がいいと思います。まず自分がどれぐらいの柔軟性があるかっていうチェックがすごく大切なんですけど、左膝が内に入れば入るほどバックスイングは深く取りやすくなります。逆に左膝が止まっていれば止まっているほどバックスイングは取りにくくなります。まあ、動きにくくなる、可動域に制限がかかる、いろんな言い方はできるんですけど、とりあえず体が硬い人が左膝を止めようとかするのは良くないってことです。逆に最初言ったようにバックスイングが回りすぎて困っているんだよねっていう方も実はいらっしゃるんですよね。そういう方に関しては左膝を止めていくっていう動きを習得するのはすごく有効な手段なので、すごくこうやると、例えばバックスイングが動きすぎて、困るっていうのはスイングに張りがないっていう言い方もありますけど、捻転が少なくなることによって加速がしにくかったりとか、逆に回りすぎることによって戻るところがずれてしまうという方向性の問題とかも出てくるんです。あまりこう体が硬い方からするとちょっと絵のないお話かもしれませんが、そういうお悩みもあるので、そういう視点で左膝っていうのはどうしようかなっていう考えをしているといいです。で、今日はこのやり方について説明して今日の動画は終わりになるんですが、バックスイングで左膝を動かすは比較的簡単です。なぜなら左膝とかを何もしなくていいっていうことなので、これね、ちょっと言葉が難しくてややこしくなっていくんですけど、左膝が動くということは股関節の動きとしては何もしていないという状況になります。ちょっとやりますね。骨盤が動いているものに対して左膝ってこの骨がついてますけど、この太ももが何もせずについていけば当然こうやって動くので、基本的に動かしたい方は骨盤の動きに対して膝を何もせずにこうやってついていかしてください。これ結構逆で考えれてる方もいるんですけど、ここは動かすということは動かさないということになります。骨盤を動かすということは左の股関節は動かさないと一緒についていけるので、この時にセットで覚えておきたいのが、今ちょっと僕なってますけど、ヒールアップって言ってかかとが浮いてきます。当然かかとが閉じていると止まってしまうので、ヒールアップと同時にバックスイングを深くしたい方は、股関節に負荷をかけずにで動いた方がいいということですね。まあ、1球ちょっと打ってみます。やるとバックスイングが無理なく高く上げていけるので、バックスイングを大きく取りたい方はこっちの作戦ですね。で、逆に、まあ、動きすぎて困っているとかブレて困っているっていう方の場合は、これね、まあ、さっきと同じように動いていないということは股関節が動いているということになるんです。ややこしいですよね、言葉が。まあ、ちょっと動きでやった方が分かりやすいかもしれないので、骨盤は動いてます、でも膝の位置は変わっていないってことは、ここの動きは動いているということになります。これ股関節ですね。まあ、こっちの中なんですけど、この股関節を
動かしてこっちに動かしていくことで膝は止まってくれるので、ここの可動域で制限がかけられます。こういう形ですね。これ膝は何も動いてないように見えているかもしれませんが、股関節は動いているという動きになります。ちょっともうちょっと詳しくやると、片足上げていただいて、こっち、外旋ですね、外に回る動きと、この股関節は内に回る動き、もちろん伸展屈曲といいます、こっちもあるんですけど、回るという左右の動きがあります。バックスイングで膝を残すということは、外旋、外に回るという股関節の動きが必要ということです。ここですね、この股関節を外に回してあげるとバックスイングでここに制限がかかるので、トップが浅くできます。でこれによって当然捻転も強くなるし、で動いていないということはここから戻るという作業でミスをするっていう確率も減るよねっていう考え方があります。さあ皆さんはどっちに進みますか、というか自分の可動域をまずチェックしていただいて、それもちょっと最後喋っておきましょうか。バックスイングで最低限肩が90度回せないような方はもう全員動かしてください。全然動かした方がいいです、それだったら。ただ90度以上回ってきて、それこそそうですね、120度130度とか回ってしまうっていう、ドラゴン選手がするのはちょっと別として、方向性を大事にしたいんであれば、あまりそこまで回しすぎてから戻るっていうのは結構難易度も上がってしまうので、少し制限をかけてもいいのかなっていう部類になります。回りすぎる人は制限をかけて止める、回らない方はもう積極的にヒールアップっていうのもちょっと付け足しましたけど、股関節をくっつけて一緒にこうやって右向くことによって相当右には向きやすくなるので、しっかりバックスイングを深く持ってあげてください。ということで、これも自己判断をしっかりしていきましょう。選んでどっちかがダメってことではないので、自分がやりやすかったり、自分がどっちにずれてて悩んでるかによって、しっかりこう動きを変えていってあげてください。ということで、今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。